10月12日の午前、ファールンゴン学習者である長女ケイさんは、日本の中共大使館の前で、彼女の叔母である蕭鳳慶さんが中国共産党に誘拐されたことに抗議し、直ちに解放するよう求めました。我強烈要求、立子之子。私は生徒監視所による私の叔母、蕭鳳慶と他のダーファー弟子たちの違法拘禁を直ちに止め、無条件で解放するよう強く要求します。蕭鳳慶さんは四川省成都出身で、現在59歳。1999年からファールンゴンを修練しています。彼女は6月26日に中共に違法に誘拐されました。家族の方たちの悲しみをね、思うとね、本当に、まあ、心が苦しくなるんですけども、一日も早く解放してほしいなと思っておりますし、宣毒并递交了我们的那个抗议信，就说抗議文を読み上げ提出しました。中国本土で生まれた人は誰でも公正で自由な生活を得る権利があります。蕭鳳慶さんは治療法がないとされる先天性血管腫という難病を患っていました。1997年にはさらに突発性脳虚血も発症しましたが、ファールンゴンを修練してわずか2ヶ月でこれらの症状が完治しました。当時、家族はこれを見て非常に驚いて、皆が彼女のファールンゴンの修練を続けることを支持しました。さらに、修練後は彼女の心も穏やかになりました。彼女は多くの拷問を受けました。2002年、成都市の白富洋ホテルで拘留され、5日間の尋問を受けました。この5日間、警察は24時間体制で彼女に私的な尋問を行い、彼女を眠らせず暴力を振るいました。その結果、彼女は下半身が麻痺するまで迫害されました。最近、関東地方在住のファールンゴン学習者の中国に住む家族、少なくとも3人が中共に違法に誘拐されました。これらの学習者の親族は日本で救出活動を続けており、日本の議員や正義を重んじる人々が次々とこの活動に参加しています。 NTD ジャパンがお伝えしました。 What's happened to this world we're living in? Why? For the 4 years he has been on this earth, he has known nothing but war. Wherever I go, things I see, I just want to turn away. The dreams I have, the stories I could tell, will they still be possible?This year, more than ever, I need a brand new world. A clean world. Where I can improve myself and be inspired. My stage can be anywhere and everywhere.But it begins here. Ganjing World, a brighter way of life.